チャンネル登録してね。あれ、エアターミナルホテル。なんね。いつまでも子供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 。今日は501のお部屋、端っこのお部屋です。映ったらまずい。クローゼット。ハンガーは6つ、スリッパがついています。洗ったやつ、消毒済みって書いてあるけど、まあ自分の思ってれば自分の方がいいかと思います。荷物置きは一泊用のスーツケースじゃないとこういう風になってしまいます。あえてリアルな状態をお伝えしたいので、もう部屋が汚いまんまです。で、シャワールーム、お風呂場。お風呂場は空港の温泉に入りに行けるので、ちょっと手を抜いた感じ。今日は髪の毛落ちてて汚かったです。やなちゃんね。で、流し。アメニティはクラシエのものですね。で、一応エタノール 70% のアルコールのジェルがついてました。2つ置いてあったと思います。で、お部屋はこのような感じ。スタンダードのタイプがこれかな。シングルベッドが2つついているやつ。これデラックスツインなんですか？デラックスツインだそうです。こんな感じ。テーブルサイドのデスクも一つずつあって、こちらがマスターですね。エアコンなど操作がここでできます。ちょっと古い感じかな。温度調節はできません。ハイ、ミディアム、ロー、オフ、オンリー。テレビは立派なシャープ製。リモコンにネットフリックスのボタンがあったので押してみたんですが、ウェブ接続がされていないので見られませんでした。なんでやねん。残念。そうでしょう、使えないので。冷蔵庫はちっちゃめで、残念ながら冷蔵庫です。冷凍のところがついていませんので、氷物を買った方はフロントで、大きすぎなければ預かっていただいて、凍らしたまま次の日の朝チェックアウトの時に受け取ることができます。で、外のここの景色は国際線ターミナルがちょっと見えるかなみたいな景色です。残念ながら飛行機は見えません。ただ反対側の通路を挟んで反対側の部屋であれば飛行機が見えると思います。もうちょっと遅かったよね、前は。この空港の中にある、これが2階のチェックインカウンターがあるところです。ここからエスカレーターもしくはエレベーターで4階まで上がると
新千歳空港温泉という温泉施設があります。ここのホテルに泊まると無料で1回入浴することができます。今はコロナの影響もあって施設自体夜の20時までの営業となっているので19時半までのチェックインでお風呂に入ることができます。ただ残念ながらこちらにあるように土曜日日曜日は休館になっているようなのであらかじめ営業状態を確認するといいと思います。でこのような券を渡されて持っていくとお風呂に入ることができます。